ボリス一世ミハイルは第一次ブルガリア帝国のハーン。ブルガリアが遊牧民の小国からヨーロッパ有数の大国に発展する礎を築いた人物。ミハイルはギリシア正教系後に自ら名乗った先例名である。南スラブ人とトルコ系であるブルガール人との融和を図るため、キリスト教の導入を考慮し、はじめギリシャ正教に帰した。しかし、 正教会の不況が自国の独立を脅かすことを恐れ、一時、フランク王国と結ぼうとした。しかし、ローマ教皇がブルガリア教会の独立に消極的であることを知り、コンスタンティノープル総主教の管理のもと、ブルガリア大主教区の実質的な独立を得たために、結局870年にギリシア正教を採用した。 その後国民に改修を強制し、異教に固執した貴族は厳しく弾圧した。889年長子ウラディミールに位を譲り、修道士となったが、彼の地下に異教の勢力が復活するのを問題視したボリスは、ウラディミールを廃し、三男であるシメオン一世に後を継がせた後に、再び引退した。ありがとうございます。